その約束の地でわしとお前が今向き合った。力任せでは訪れぬ危う。これぞ絆とわしは思う。家康様の絆、運命の大一番。全軍死力を尽くして家康様をお支えするのだ。今日まで本当にありがとう。さあゆっくりと休んでくれ。マルメにも遠く及ばぬ歯応え。息が切れる様子もなし。水を得たかばめやろか。喜べ物よ。その身にてしばし糸間を潰さんとす。よう家康、この戦借りるぜ。こいつにちょいとばかし見せたいものがあるんでな。我らは魔王の軍だ。師匠よ、ショートと風邪死してなお続く尊き絆だが、今はそれを求めない。みんな必ずや生きて帰ってくれ。そちらも随分と培ってきたのだな。絆を、力を、遥かなる天へ、家康様のおそばへ。お腹を切れねえ。承知した。どうだ、見えたか。足りねえってんなら何度だって連れ回してやるさ。流れは明らかに我が軍にあり、このまま東照を地へと引きずり下ろしましょうぞ。慈しみめ、慈しみ。ああ、分かっているよ忠勝。もうお前の心から目を背けたりはしない。ドフランミュー、お前は新たな絆を手に入れたのだな。お前がそうするようにわしもまた絆を抱き続けよう。こんな別れを迎えるのも一つの幸せなんだな。最後までわしを思い続けていただいて。家康様、我らが徳川兵であったことを誇りに思いますぞ。このまま敗れ去りはしない。絆が力に劣るものとその心に刻まずはしない。安心してくれみんな、わしらは断じて陰らない。神を導くのはわしかお前か。共に残そう、この世の非業に敗れぬ希望を。んじゃゲストを去るとするかね。また会おうぜ家康、竜王主催のパーリーで。この先何があろうともわしは決して忘れない。信長と、あなたのもとで過ごした愛しむべき日々を。ならばそれを胸に欲界へと落ちよ。糸解き、余が直々に念入りに制してくれるわ。しかも誰も穴がいない。いや違う、絆は不滅だ。三千世界のいずれにも世を制しうるものはなし。